呼んだはいいけどよ、やっぱりお前場違いすぎて浮いてるから帰れ。ここはお前みたいな下級国民が来る場所じゃないや。そうそう、帰ってちょうだい。せっかく来たのにそんな風に言うなんてひどいよ。ご祝儀は返してやるからさ。ほら拾えよ貧乏に。俺たちにとって3万円ははした金だが、お前にとっては大金だろ。ぷぷぷ、貧乏人って3万円ポッチで必死になれなきゃいけないとかかわいそう。すごい、本当にすごいわ。さすが国会議員、こんな大物政治家たちを結婚式に呼べちゃうなんて。それほどでもあるな。ん？あれ？どうしたんだ？ちょっとちょっと、間違えてるよ。私が気づかなかったら危なかったって。招待客の一覧の中にあなたの妹のはるかちゃんがいるじゃん。はるかちゃんは私たちの結婚式にはふさわしくないから呼ばないって話だったでしょ。ほら、高卒なんかが来たら結婚式の格が下がっちゃうからって。ああ、間違いじゃなくてあえて呼ぶことにしたんだよ。あえて呼ぶ？どうして？高学歴ばかりじゃ息が詰まるだろ。だからはるかを呼ぶことにしたんだよ。バカにしやすい人間がいるといいと思ってな。なるほど、いいんじゃない、それ大賛成。わかりやすくバカにできるやつがいた方がいいわよね。会話の息抜きにバカにしに行くとかいいと思う。タバコ休憩的な。そうそう、そんな感じ。はあ、憂鬱だな。どうしたんだ？ああ、いや、なんでもないよ。そうか。私ははるか。今日はお姉ちゃんの結婚式なんだけど、結婚式に行くのが本当に憂鬱。私のお兄ちゃんは私と違って昔から優秀で、今は国会議員。そんなお兄ちゃんに私はずっと見下されてきた。お前は取り違えられた子だ、一家の恥だ、言われた悪口はたくさんある。そんなお兄ちゃんの結婚式、絶対に行ったら悪口を言われる。でも妹が行かないわけにはいかないんだ。夫の翔平にも変に思われちゃうだろうし。ああ、本当に大丈夫か？ああ、うん、ごめん、大丈夫。おお、わっしょいだ、わっしょい。え、わっしょい？お祭り？何おかしなこと言ってるの？わっしょいだよ。え？兄ちゃん、おかしなこと言ってると思われるのは兄ちゃんの方だと思うよ。ごめんなさい、兄ちゃん和田翔平さんのことをわっしょいって呼ぶんですよね。そう、そうなんですね。でも、あぐーだね、こんなところで会うなんて。兄ちゃん、奇遇ね。アグーは沖縄の豚。よく僕だと分かったね。確かにいつもと雰囲気が違うから俺は分からなかったよ。分かるよ。わっしょいの周りはわっしょいわっしょいってしてるから。何それ。でもレオン君たちも結婚式に招待されてたんだね。新郎が義理の弟なんだよ。なるほど、そういうことだったんですね。今日はよろしく。うん、こちらこそ。じゃあまたね、わっしょい。あの人たちは？ああ、ちょっとした知り合いなんだ、仕事関係の。そう、翔平清掃会社で長年働いてるから顔が広いんだろうな。ちょっとトイレに行ってくる。あ、うん、行ってらっしゃい。いた、いたわよマサ。本当だ。来てたのか。あ、お兄ちゃん、サキさん、おめでとうご。そんなことよりよくこの場に来れたわね。え？恥ずかしくないの？こんな政治家だらけで高学歴の人間しかいない場にあなたみたいな高卒が来るなんて、私だったら絶対に来れない。こいつ昔から空気が読めなかったからな。本当に終わってんだよ。招待してもらったし、身内ですから、だから来たくなかったんだけどな。で、帰れよ。え？
帰る？ああ、貧乏人は帰る。下級国民は呼んでないんだよ。いや、お兄ちゃんが招待状をくれて招待してくれたんじゃない？ああ、そうだったっけか。ああ、そっか、出したっけ。高学歴ばかりじゃ息が詰まる。バカにしやすい人間がいるといいと思ってお前を呼んだんだったな。何それ、そんなことのために呼んだの？ああそうだ。そんなことでもないとあんたなんか呼ばないっての。なんでそれがわからないの？呼んだはいいけどよ、やっぱりお前場違いすぎて浮いてるから帰れ。ここはお前みたいな下級国民が来る場所じゃないや。そうそう、帰ってちょうだい。せっかく来たのにそんな風に言うなんてひどいよ。ご祝儀は返してやるからさ、ほら拾えよ貧乏に。俺たちにとって3万円ははした金だが、お前にとっては大金だろ。プ、貧乏人って3万円ポッチで必死にならなきゃいけないとかかわいそう。なんで来たくない結婚式に来てこんな目に遭わないといけないんだろう。もういいや、うん、帰ろう。あ、翔平。聞いてたよ。こんな下級国民と結婚したアホな男が登場したわ。いやー、それはしょうがないだろう。だってこいつも下級国民じゃんか。こいつの職業知ってるか？え？何？知らないけど。清掃会社に勤めてるんだってさ。終わってるのね。底辺すぎる。私のことはバカにしていいけど、翔平のことをバカにするのはやめて。何が翔平のことはバカにするのはやめてだよ。下級国民のくせに上級国民である私たちに口答えするんじゃないわよ。上級国民と下級国民の違いは何なんだ？そんなのもわからないのか？まあ清掃会社に勤めてるようなアホじゃしょうがないよな。特別に教えてやるよ。上級国民っていうのはな、俺みたいな国会議員などの政治家、そして医者、大企業の社長、弁護士など限られた人間のことは。そして下級国民は清掃員や介護職、行員、タクシーやバスの運転手なんかのいくらでも代わりの利く人間たちのことだよ。お前らみたいなね。なるほど、そういうことなのか。ええ、そうよ。勘違いも甚だしい。なんだと？君たちが下級国民だと見下す人々がいるから社会は回ってるんだ。清掃員や介護職、行員、タクシーやバスの運転手の皆さんは日本にいなくてはならない存在。日本を支えてくれている。君たちみたいな人間が国会議員をやっているから、そんな人たちの待遇が良くならない。だからなり手がいなくなってしまう。そして結局は日本国民が困る事態になってしまうんだ。本当に君たちは愚か者だな。なんですって？私たちは上級国民なのよ。あんたみたいな下級国民が私たちに愚か者ですって？愚か者はあなたでしょ。さっきの言う通りだ。もういい、さっさと下級国民は消えろ。そうよ、目障りよ。もう行こう翔平。ああそうだね、全員帰ろう。は？全員？何言ってるの？帰るのはあなたたちだけよ。めんどくせえ、行こっか。そうだね兄ちゃん。あなたたちは天下のうぐもりグループのうぐもり兄弟？ちょっと待ってください、どうして帰ろうとしてるんですか？うぐもりグループ？私でも名前を聞いたことがある。うぐもりグループの経営者のうぐもり兄弟、そんなすごい人たちだったんだ。でも翔平、どうしてそんなすごい人たちと知り合いなんだろう？どうしてって、わっしょいが帰ろうって言ったから。今の話聞こえてましたしね。いやいや、こいつが帰ろうって言ってなんで帰るんですか？こいつは清掃員でただの下級国民ですよ。
なんで下級国民の言うことなんか。まあそうそう、掃除大臣なんだよね、わっしょいは。でも掃除大臣は下級国民なんかじゃないよ。まず下級国民なんていないと思うし。何よ、掃除大臣って意味がわからない。兄ちゃん、掃除大臣じゃなくて総理大臣ね。は？誰が？翔平さんがですよ。こいつが総理大臣？そんなわけないですよ。高卒の俺の妹なんかを嫁にもらってるこいつが総理大臣なわけないじゃないですか。いや、面白いこと言ってくれますね。うぐもり兄弟ってジョークも面白いんですね。そうですよ。翔平は清掃員。いや、僕は総理大臣だよ。え？おいおい、お前まで何言ってるんだよ。頭おかしくなったの？いや、もともとおかしいのか。清掃員なんてやってる人間だもんね。信じてもらわなくてもいいけど。さあ、みんな行こう。全員ついていってる？ちょっと、なんでついていこうとしてるんです？皆さん待ってください。あれ、なんかはるかちゃんの旦那の顔が変わってない？この顔、本当に内閣総理大臣早見総理？どうして？変装していたんだよ。うぐもり兄弟にはバレてしまったけどね。義理の弟として結婚式に参加したいと思っていたから。これで分かったろ、僕が内閣総理大臣ってこと。嘘、翔平が総理大臣だったなんて。気づいてなかったんですか？普段テレビ見たり新聞読んだりしないから。なるほど。今日変装してたのはおかしいと思わなかったんですか？あ、いや、結婚式のためにメイクしてるだけかと。なるほど。最後に一ついいですか？どうして清掃員だと？仕事を聞いた時、掃除大臣って聞こえて清掃員だと思ったんです。まさか総理大臣だなんて。兄ちゃんと同じ匂いがする。すみませんでした、早見総理。数々の無礼謝ります。許してください。謝るなら僕にではなく、君が下級国民だと蔑んだ遥や清掃員や介護職、行員、タクシーやバスの運転手の皆さんにだ。そして僕は絶対に許さない。この人たちを蔑んだことを。お兄さんには大臣という重要なポストについていただいていましたが、あなたみたいな人間を大臣にしておくわけにはいかない。即刻罷免する。そんな、それだけは勘弁してください。早見総理、早見総理。でも義理の兄弟が総理ってことに気づいても良さそうですけどね。お兄ちゃんは私のことを本当に嫌っていて興味もなかったから。それじゃあ行くよ。待ってください、お願いです。こうして私たちは結婚式場から去り、残ったのはお兄ちゃんたちとスタッフさんだけ。結婚式はもちろんそこで中止になったそうだ。翔平さん、本当に総理大臣なんですよね？ああ、もう総理大臣。ああ、やっぱりそっち？兄ちゃん、ややこしくなるからお口ミッフィー。でも総理大臣じゃん。わっしょいは言ってたよ、自分が日本を掃除してきれいにしたいって。自分の利益しか考えない政治家を国会から追い出して、税金もうんと安くして、みんなが安心して明るい未来を思い描いて生きることのできる国にしたいって。そうだね、そういう意味で清掃員なのかもしれない。誰に嫌われようと、命を狙われようと、僕はそれをやり遂げるつもりだから。わっしょいのことは俺たちが守るよ。はい、あなたは日本の宝です。あなたならこの国を変えられます。国民は全員期待してるんです。
誰にも手出しはさせません。すごい。そんなこと考えてるんだね。でもどうして？ん？何が？そんなすごい人なのにどうして私なんかと結婚してくれたの？私高卒だし、少し抜けてるところあるし。少しかな。いや、なんでもないです。ああ、それはね、僕が初めて君を見た時に一目惚れしたんだよ。初めて見た時って、初めて会ったあの時？私があなたのスーツケースを間違えて持って行こうとして、あなたが焦って追いかけてきた。やっぱり少しじゃないでしょう。ううん、実はそれよりもっと前に会ってるんだよ。君は覚えてないかもだけど。え？うれ！おれ、金出せっての！このお金だけはダメなんです。息子の誕生日プレゼントを買うお金。何がプレゼントを買う金だよ。財布から手を離さねえってなら、その手がどうなっても知らねえぞ。ああ、やってやる。なんだお前。警察だ。おまわりさんだぞ。絶対に嘘だろ。嘘じゃないですから。大根両手に持った警官なんているわけないだろ。これは重い荷物持ったおばあちゃんを手伝ったらお礼にもらっただけで、私は本当におまわりさんなんです。そういや、こいつ近所のパン屋で働いてるとこ見たことあるぞ。ああ、カレーパンいつも買ってくれるお客さんじゃないですか。毎度ありがとうございます。やっぱり警官って嘘じゃねえか。やば、舐めやがって。舐めてないです。というか舐めないです。お兄さんたちまずそうだし。やっぱり舐めてるな。だから本当に舐めてないですって。おい、こいつからやっちまおうぜ。ああ、そうだな。って、あのおっさんがいない？私が逃げるように言って逃がしたんです。お前、とことんふざけたやつだな。こいつから金を奪うぞ。やば、逃げろ。待ちやがれ。待つのは君たちだよ。はあ、はあ、数分後。おまわりさん、あそこです。伸びてる。あの女の子がやった。ああ、そういえばそんなことあった。その姿を遠くから見ててね。一目惚れしたし、勇気づけられたんだ。あの時、僕の周りには私利私欲にまみれた政治家しかいなくて、僕は孤立無援だったんだ。自分の信念を貫き通すことを諦めかけていたんだ。でも君が弱くても人を助けようと立ち向かう姿を見て、もう少し頑張ってみようと思って今があるんだ。そこで諦めなかったおかげで、レオン君や守君、その他の味方のみんなと会えたんだよ。そうだったんだね。なるほど、いい話だね。うん、いい話だけど、やっぱり抜けてるのはちょっとじゃなさそう。その後、翔平は宣言通りお兄ちゃんを罷免し、お兄ちゃんは政界から消えた。噂だと、うぐもりグループが裏で手を回してお兄ちゃんの居場所を奪ったみたい。お兄ちゃんみたいな国会議員がいなくなって、これでまた少し翔平の描く日本に近づいたかな。どうして、どうしてだよ。上級国民である俺がどうして白米と梅干しが夕飯なんだよ。私だって国会議員と結婚して上級国民になったっていうのに、ブランドバッグは全部売る羽目になって、今はビニール袋を持って出かけてるくらいよ。こんなことになったのもあの早見総理と遥のせいだ。ええ、そうよ。あいつらがいなかったら私たちは今も上級国民の暮らしができていた。早見のことを消そう。え？そうすればまたきっと国会議員に戻れる。そうね、
そうよね。でも早見総理の周りにはボディーガードがいるし。俺に考えがある。うんしょ。あ、おばあちゃん持ちますよ。ありがとう。って、おい、どうかしましたか？私ごと持つ必要はないんだよ。荷物だけ持っておくれ。なるほど、新しい考え方ですね。新しくない、あんたの持ち方が斬新すぎるんだよ。とりあえず持ちますね。よいしょよいしょ。あれ、いなくなった。ここはやっと来たか。久しぶり、はるかちゃん。お兄ちゃんたち、何、どういうこと？お前のことをさらったんだよ。そうそう、あなたを人質にして早見総理を呼び出すためにね。え、早見総理にはボディーガードを置いて一人で来いと言ってる。そしてここに来たら早見総理とあなたを消しちゃうの。そうすれば俺が国会議員に返り咲くことができる。俺が上級国民に戻るためにお前らには犠牲になってもらうぞ。お前らのせいで俺は都落ちしたんだし、しょうがないよな。何考えてるの？こんなことして国会議員に戻れるわけないでしょ。戻れるんだよ、邪魔者さえいなくなればな。とりあえずお前らには消えてもらう。地獄に落ちてもらうわよ。地獄に落ちるのは君たちだよ。来たな、早見総理。翔平、ダメ、帰って。この人たち、あなたのことを消す気なの。あなたが死んだら日本は。返すわけないでしょ。さあ、死んでちょうだい、早見総理。俺たちのためにな。逃げて、逃げて、翔平。逃げるわけにはいかないよ。国民と同じように君のことは大切なんだから。いや、正直国民より君が大切だしね。そんなの聞かれたら怒られちゃうだろうけど。いいから逃げて、お願い。さあ、ショータイムの時間だ。抵抗しなければ楽に行かせてあげるわよ。よし。そんなに強かったの、翔平。一応武術はかじってるから。君が無事でよかった。ありがとう翔平、助けに来てくれてありがとう翔平。俺たちの出番はなかったみたいだね、兄ちゃん。俺たちは行こっか。めんどくせえ、行こっか。こうしてお兄ちゃんたちは警察に捕まり刑務所行きに。総理を狙った犯行ということで、かなりの長い期間刑務所に入ることになった。本当に翔平が無事でよかった。これから翔平はレオンさんたちと一緒に日本を変えていくのだろう。私にできることは少ないかもしれないけど、また何か困難が立ちはだかった時、そばで支えてあげたいな。